鹿島の選手っていい選手いた。あれ、今って大きい出てます、キーパー。前見たとき、でも鈴木優馬は普通にあれだと思いますね。あの、試合中の判断とかいい選手だなって思うときが多いですね。その、ラフプレーとか、審判系の話じゃなくて。あと、誰かがめちゃくちゃうまかったんだよな。浅野海舟うまかったですね。あと、誰だったかな。ピトカとかもうまかった気がする。誰かにめちゃくちゃボール失わなくて、うわ、めっちゃうまいって思ったんだよね。